サイクルショップ店長の小島翔大です。今日は初のコラボ動画になります。今日はお二人に来ていただいてます。ちょっと簡単に自己紹介。はい、アキラミュージックチャンネルというのをやっております。僕もですね、こうレコードだとか音楽とかいろいろ紹介するようなチャンネルになっていますので、よろしくお願いします。札幌吉本のリングリンデというコンビの真宙というものです。YouTube でリングリンデチャンネルという名前で音楽に関することだったりとか動画上げてます。お願いします。はい、お願いします。はい、2人のチャンネルにも動画が上がるので、はい、ぜひご覧になってください。お願いします。で、今日は僕がいつもやってるレコード箱買いの開封をみんなでやっていきたいと思います。これはね、やってみたかったですねちょっと練習ですね。はい、どんなのが出てくるかわかんないですけど、あだこだ言って感想を言っていきましょう。そうですね。今回は、ディスクユニオンさんの商品を買ってます。はい、で50枚くらい入ってて、まあ、値段は1万2000円ぐらいです。はい、送料込み？送料込みですね。で、1万2000円ぐらいですね。で、買ってますので、まあ、洋楽の、多分ロックとポップスが入ってますね。という感じですね。開けていきますか。はい、行きましょう。早速やっていきましょう。ほう。じゃあ、はい。おー。これ何も出ないですよね。じゃあ、1枚目から行きましょう。はい、ドン。これはベンチャーズ、ベンチャーズ、インジャパン、インジャパン。あ、ライブ版ってことなのかな。確かこれライブ版だったと思います。はいはいはい、ベンチャーズが1枚目。これどこなんでしょうねこれは、これ、そうですね、なんだ、どこなんだろうわからない、わからない。あ、わからない。チョン・ウェント・ビッスルですね。あ、ザ・フール、はい、のベーシスト、ベーシストですよね。もうソロかな、ソロの作品。すげえ形のベース持ってる。そうですね。メタルのギターみたいな。エクスプロージョンです。これ面白い絵ですね。めちゃくちゃうまいですかね。有名どこが。有名どこは。あ、見本？ボックスオブフロックですか。これは何ですか。はい。これはあのヤードバーズの、ああ、なんか後継バンドとか、メンバー入れ替わってこれになった感じだったと思います。はいはい、ジェシコリン・ヤング。ジェシコリン・ヤング。シロサムライターとかそうですね。ヤングブラッドってバンドを確かやってて、でソロもやってるって感じだったと思います。うん、はい、行きまして、あ、これいいんじゃない？あ、おお、デビッド・ボーイ、ナイト、うん。帯付きですね。神の御星を書いてるやつ。ああ、そうだそうだ。レッツダンスの後だったかな、はいはい、確か、うん、ね、はい、正直のデビッドボーイが入ってました。割といい感じの、いい感じの、なんか中でいい感じの、はい、どうぞ。あ、これもいいかも。これはオールマンブラザーズのブラザーズスターズの、まあ、バンドの中でも人気あるやつだと思いますね。これおしゃれなジャケット、おしゃれなジャケですね。裏は女の子なんですね。はい、結構なんとこいい感じな、うん、いい感じな気がしてます。これって商品にするんですか、お店の。あ、します。おお、はい、僕が欲しいのはこっそり抜くんだっていう裏情報はありますけど、ね、はい、おエルビス・プレスリー、エルビス・プレスリー、コンビ版なのかな、これは。なんですかね、謎に包まれてますね。エルビスもいっぱいありすぎて結構難しいんですけど。確かに、うん、ボブ・ディランの嬉しい雨かな。いつぐらいのこういう作品ですか。いつぐらいですかね。76年で書いてる。まあ、まあ、血の輪立ち。あ、でも、あ、お、いいんじゃないですか。大好き、はい、イージョイの50セカンドストリートとか、ブレスティーが、あ、そうだ、ブレスティーってやつですね。もういいっすよね。ビッグショットとビッグショットです。マイライフまで。めっちゃいい感じじゃないですか。うん。渡りだ。渡り。ラットスウェット&ティアーズ。はい。ブラスロックですね。あ、好きですね。ロック。でもこれファーストかな、確か。シカゴみたいな感じですか。あ、そうです。そうです。シカゴの AOR になる前のシカゴ。って感じの。はいはいはい。これもいいですね。あ、ボス。いいじゃないですか。はい。これいいですね。ここでスキャンクス持ってましたね。
シルクディグリーズよりこっちが好きって人なんかよく最近出てやるなんか。かっこいいですね。レンファイ、イーグルス。ソロのなんかありますか。そうですね。あ、これもイーグルスだ。ジョー・ウォルシュ。ジョー・ウォルシュもいいですね。続きました。あ、これもいいんじゃないですか。デュービー、ね、ステディブラザーズの割と初期デュービーだと思いますね。ワールド戦入る前、全然。これもいいですね。デュービーと。なんかいいんじゃないですか。いいですね。誰これみたいなのがないですね。そうですね。今のところない。事故ない。事故ない。あ、これもまたエルビスが入ってましたね。ベンチャーズ。あ、ベンチャーズもベンチャーズの。なんかベスト版みたいな。卒業アルバムみたいな。そうですね。卒業アルバム。熱っ。熱っ。ベンチャーズ。レース見せましょう。バーズだ。なのか。はい。バーズですね。バーズ。バーズか。フォークロックか。バーズ。このジャケ見たことない。はい。これ良さげな感じがしますね。デスマスクの感じ。珍しそうな気がします、ね。あ、いいんじゃないですか。ライアン・アダムス。ライアン・アダムス。レックですね。あ、めっちゃいいアダムですね。ライアン・アダムス。クリーナーランス、ホワイト&キャンダッキー、ダッキーコロネです。ちょっとわかんないな。ちょっと、多分誰もわかんなかったんですが、事故。ケンタッキーコロネです。これ出会った人は知らないアリス様だった。くそ。いやー、そうですね。全然知らないな。ちょっとわかりませんでしたから、次行きましょう。これもなんか、良さげな良さげの、クリーナーランス日本版クライマックスブルースバンド。あ、これもちょっとあんまりわからないですが、これより良さげですね。日本版。日本版です。日本版。日本版です。これもお、シカゴの。シカゴ。初期の方っぽい感じが。あ、でもシカゴってそこ全部数字だから、これなんか、うん、コンピ版。どうなんだろう。とストリート。コンピ版なんですかね。うん。きっと初期の方なのかな。きっと。あ、でもアルバムなんか。78年。でも、まあ、AOR 決め。きっと。はいはいはい。レイジーホース。これは。ジャケがすごい。すごい。本当だ。俺、あれじゃないか、ニール・ヤングのバックバンドじゃないかな。あ、違ったら恥ずかしい。クレイジーホース。これも良さげですね。珍しそう。いい、めちゃめちゃ当たりですね。うん。これはシンガーソングライターだね。いや、もともと確かバンドなんで、バンドからソロ活動って感じですね。そういうの思い出す。すごい思い出される。確かグリーンってバンドだったと思う。違ったはずがしいと思う。はい、はい。アンディ・ギブス。てん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 。誰もわかりませんでした。はい、胸毛が女子人気ありそう。本当だ、顔がいいですね。もバーブラストライターですね。もうまあよくあるレコードかな。あら、ポーズが入っちゃった。また入ってます。かっこいいな。かっこいい。ジャケットいいですね。ちょっとね。これこの折りのやつかな。開いたらこう見えるやつ。見えるやつですね。これもなんか良さげだね。グランドファンク。レインボード。はい。ランドファンク、これはライブ版なのかな。っぽいですね。うん、っぽいですね。アメリカハードロック系ですね。あ、へえ。ランドファンク。あ、これもいいわ。KGB。これは？KGB。これはなんかスーパーバンドみたいな感じです。なんだ、マイク・ブレームフィールドとか、カーマイン・ラピスとか。ブロンドっぽいジャケット。あ、そうですね。これ。あ、これいいかも。これいいかもしれないです。お、モンキース。これはいいっすね。これ普通にオリジナルアルバムなのかな。お、ニール・ダイヤモンド。あ、ニール・ダイヤモンド。ザ・リ・シンガー。サントラかな。映画かなんかね。あ、オリジナルソングス・フォン・ザ・モーション・ピクチャー。うん、サントラのようですね、なんかね。ザ・リ・シンガー。これめっちゃいいかも。
ワンモリソンですね。ワンモリソンだ。ワンモリソンが普通に入ってますね。普通に入ってますね。ワンモリソン結構高いのが多いんで、これはいいかもしれないですね。あっためた感じ、状態良さそうですね。そうですね。バフは、ジャケ自体も綺麗綺麗全部。とんでもないの結構入ってると思った。そうですね。たまにね、事故がありますけど。あー、これ。あー、ケニロギン。ホーリーな。いいかな。ホガット。これもハードロック系かな。ボブウェボブウェッジ。なんか聞いたことあるな。わかりますね。わからなかった。実はあれですね。ヒューイ・ルイスですね。ヒューイ・ルイス、あのバック・トゥ・ザ・フューチャーの曲。あ、じゃあ、パワーブラ、パワーブラ、これパワーブラですね。サンタナだな。サンタナですね。かっこいいだけ、ジャケットかっこいいっすもん、これ。かっこいいだけだ。これ海なのか、これ。なんかな、どういう状況、夕日みたいな感じなの。ロイ・ブキャナン、テレキャスターの名手的なギタリストですね。あ、そうなの。ジャケットね、うん、ね、渋いっすね。渋いっすね。渋いっすね。あ、これもいいですね。これではデイブ・メイスン。あ、このアルバムは僕は好きですね。はい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 。ライブか。これもライブ？ライブです。これライブか、うん、ライブ版ですね。衝撃の日本公演を再び。あ、日本公演なんですね。U2 入ってます、ね。これもいいですね。はい、アルスチュワート、ね。アルスチュワート。これはジャケもイケてますね。うん。うん、これは良さげな気がする。お、あ、アバ。アバ。これはオリジナルアルバムか。オリジナルさ、アルバムって感じですね。なんか。アバが新曲出すらしいですよ。なんか見ましたけど。そうなんですか。30何年ぶりに。やっぱり活動しているわかんない。それすらちょっとっから怪しいですけど。アバ。そうなんですか。はい、これもアバなんですか。もあ、違う。スターズのアバです。アバの曲をやってるのかな。これもよくわかんないな。こうなんか編集版のかな。うん。メドレーソングとか。バッドカンパニーの、あ、そうです。って名前は聞いてる。はい。あ、フリーってバンドの後継バンドって感じですね。バッドカンパニー。ポール・ロジャースはなんかクリーンのなんか、ああ今ボーカルやってますよね。多分そうですね。のポール・ロジャースだと思います。なるほど。はいはい。バックマン・ターナー・オーバードライ。まあハードロック系ですね。ちょっとかっこいいですね。かっこいいですね。浮いてる。浮いてる。一体的な仕様になってますね。うん、これもいいですね。ドットフラジール、すごい。壊れ物じゃない。え、見せます。顔だ。知らないな。アワード、シックスラブソングスコム、アラン、プリ、プライスか。プライス。アランプライスで見ます。これもよく見ますね。まあ、よく見るレコード、はい、カルチャークラブ。ギダギダしてんな。カルチャークラブ、そう、カルチャークラブ、デュランデュランとかよく出てくるレコードですね。あ、シンディーローファー、シンディーローファー、こういうジャケのやつもあるんですね。シンディーローファー、かわいい、かわいい。あ、確かに、確かになりそう。うん、かわいいでしょ。はい、クロスビースペースナッシュ、バンドですね。バンドです。まあ、ニール・ヤング加入前って感じです。ああ、うん、いいと思う。じゃあラスト1個やりますか。はい、はい、で、うわ、ではクリーム、クリームのライブ版、うん、クリームライブがかっこいいですね、うん、ライブクリームと、うん、2もかっこいいですね、うん、というわけで、はい、はい、以上です。こんな感じなんですね、うん、こんな感じで1万2000円なら安い気がします。安いですね、うん、結構、まあ分かんないのもありましたが、うん、まあまあ結構名盤通りになる。いや、そういう感じで、その中でどうですか、今パッと
懐に入れようと思ってるものありますか。懐はね、いや今回は懐ないかないか気になった方見に来てください。はい、はい、今日の動画は以上になります。お二人のチャンネルにもコラボ動画が上がるので、はい、ぜひご覧になってください。じゃあ以上、ありがとうございました。ありがとうございました。